江東区東洋の東京イースト21で11月3日からイルミネーションの点灯が始まりました。東京イースト21のイルミネーションはおよそ11万球の LED ライトを使用。秋の夕暮れに浮かぶ青色や白色の無数の光が買い物に向かう家族連れや帰宅途中のビジネスマンの目を楽しませています。こちらのオープン当初から実施しておりまして、11月3日に終了したんですが、点灯式の方を5年前からですね実施しております。今後もですね、こちらイルミネーションのバックでですね、イベントを実施してですね、12月も盛りだくさんで行っていきますので、皆さんに来ていただきたいと思います。メイン会場の東京イースト21プラザには毎年その年のテーマに沿った飾り付けが行われ、今年はムーンレイクパークインイースト21をテーマに、中央に飾られた大きな月のシンボルやその周りを囲む森の動物のモチーフなど、月の浮かぶ湖畔をイメージした幻想的な世界観を表現しています。また広場にはイルミネーションと連動したタッチパネルセンサーによる動物占いが設置され、子どもたちの人気を集めていました。綺麗ね、楽しみにしてたのよね、去年も綺麗だったから。そうなんですか、どう？綺麗。なんか去年も今年ここで色見やってて、今年もあったなと思って、同じ時期になってます。運営を行っている鹿島東京開発株式会社によると、東京イースト21のイルミネーションは2月中旬まで点灯される予定ということです。